いやー、ちょっと面白そうなゲーム見つけてきましたね。ということで今回はスクールスクールやっていきたいと思います。でこちらのゲーム、なんかシューヤンこと主人公が学校の職員として、違うな、更生施設として働く権利を得たらしいんですよね。その働く権利を得た学校がスクールスクールらしくて、そのスクールスクールに通ってきた生徒をまあいろんな指導をしながら無事卒業させることがミッションとなっております。こちらのゲーム、まあ、やっていこうか初めから。でこのゲーム何が面白いなって思ったってのがさ、結構さ、みんなどういう学校を出たかによって考え方って結構違うと思うんだよね、シュウヤンが思うに。なのでね、ちょっと楽しんでいきたいと思います。皆さんはね、シュウヤンと全く思考が合わない可能性もありますし、あー、シュウヤンのその気持ちわかるって思う人がねいるかもしれませんね。まあ、早速やっていきましょう。いやー、優秀であろう職員くん、ずっと君が戻ってきてくれることを待っていた。そうなの？君はここスクールスクールで働く権利を取得した。君の活躍を期待しているよ。なんか信頼を得たらしい。なんか4人ぐらいいるらしいよ。可愛い部屋だな。先輩こんにちは。君が後輩くん？先輩？ここはどこだ？お前は誰だ？まあ、まず名前を聞いてみる。やだな先輩、忘れちゃったんすか？俺は新島11っす。11くんね、なんか覚えやすいかも。ここは更生フリースクール、スクールっすよ。先輩、今日から正式に職員として採用されたんすよね。まさかまだ先輩が研修を受けてないとは思わなかったっす。上からお前が教えてやれって言われまして、なんで今日は先輩にいろいろと、なんでか今日は先輩にいろいろとご教授させていただくつもりで来たんすけど。お、いい後輩か。ああ、よろしく頼む。チュートリアルを飛ばす。まあ一応よろしく頼んどこうか。わかりましたっす。慣れないかもしれませんけど、俺に任せてください。頼りにしてるよ。頑張って説明しますんで。はいはい。ああ、左上に出てきたね。回数に一体、なんか右かわいいな。よっと。じゃあ先輩、いろいろ説明していくっす。先輩はこの矢印が見えるっすか？お、見える。ハートマークさしてるね。これは相手の体力を表すっす。体力ゲージなんてあるんだ。なんか確実に暴力振るいそうな感じだね。そしてこっちの矢印は相手の精神力を表すっす。あ、結構重要だね、体力、精神力。これがなくなると生徒さんが大変なことになっちゃうので気をつけてくださいね。了解了解。体力、精神力の度合いでエンディングが変化します。面白。そしてこっちの矢印は相手の信頼度を表すっす。はいはい。生徒さんの心をグッと掴んで真剣に話を聞いてあげることが大切ですよ。シルカさんのもの、分かった。まあ、とりあえず分かった。まあ、早速やってみようか。お、信頼度マックス。おー、さすが先輩っすね。飲み込みが早いっす。回数が1位になった。と、まあこんな風に会話によっていろいろ変わるので試してみてくださいっす。信頼度は直接エンディングには関係しませんが、生徒が話してくれる内容が変化したりします。あ、じゃあエンディングは固定って考えていいのかこれは。あとこの数字っすけど、さっきから2から1に減ったのに気づいたっすか？気づいた。これは相手のあと何回話せるかを表すっす。今日は時間がないので少ないんすけど、いつもなら5回チャンスがあるっすよ。なるほど、5回のうちに心をつかめと。時間は有限ってよく言うじゃないっすか。だから生徒さんとの面会時間も限られてるんす。まあどうせみんなそこまで話したいわけでもないだろうし、労働基準法に引っかかるレベルで仕事したくないっすもんね。まあとりあえず時間が限られてるってことっす。慎重に話題を選ぶのが大事っすね。とまあこんなところっすかね。また何かわからなくなったら俺に聞いてください。ああ、もう時間っすね先輩。それじゃあ明日から頑張りましょうっす。これで生徒さんがいきなり学校に仕掛けてくるってこと？ One days later. レター？どんな生徒が来るんかな？お、来た？ああ、11。先輩、おはようございますっす。ウィス。体調はいい感じですか？まあ、それなりに。もう生徒指導する気満々だぜ、俺は。問題ない。よくない。問題ない。そうっすか。よかったっす。先輩が健康でいてくれることが大切っすし。なんか言いづら。すっしーって。あ、そうだ。生徒さんの情報をお渡ししておくっす。俺が手書きでまとめたもので少し汚いんですけど、このファイルにまとめておきますから、気が向いた時にでも確認してください。
先輩の助けになれば嬉しいんですけど。ギャラリーから生徒の簡素な情報を確認できるようになりました。なるほど。まだ初日なんで慣れないことも多いと思うすけど、初日の業務頑張りましょうっす。じゃあギャラリーまず確認してみる。おい、いきなり来たよ。これギャラリーって。セーブロード、メッセージなんかスキップ、タイトルに戻る。これ違うな。これ設定マーク、これも絶対違うね。ギャラリーまだないのかな、後々出てくる。あ、これじゃね、あ、ちげえわ。これこれログか。ギャラリーなし。まあ、ちょっと見てっか。ここで合ってるのかな。お、早速病んでそうな生徒が来たぞ。失礼します。はいはいはい、これは闇を抱えてますね。その左手にある包帯、確実にカッティングしてますねこれ。こんにちは、はじめまして。ウィス。名簿番号124番。なげえ、120、生徒数多いね。2年1組の二上美月って言います。はいはい。よろしくお願いします。よろしく。仲良くするつもりはない。もうこれ絶対ダメね、選択肢じゃん一番下。よろしく。はい、よろしくお願いします。お、業務開始。 OK。 この子の心の扉を開けばいいわけだろ、シュウヤンは。任せて。ふと壁に貼ってあった張り紙が目に留まった。あ、さあ楽しい労働の時間です。やりがい搾取されそう。生徒と会話して無事に業務を終えましょう。適戦記録を行うことをお勧めします。背景なども調べられるので、いろいろな場所を調べてみましょう。背景を調べる際、会話回数を消費しません。あ、そうなんだ。話す、メインの業務。暴力時には分からせることも必要です。これあんま使わないようにな、気をつけような。あ、じゃあ一旦セーブした方がいいのかな。ちょっと待って。はいはい、セーブ OK。 じゃあ行こうか。何ですかこの張り紙。先生向けのものをこんなところに貼っておいて平気なんですか。どうだろうか。これ今この段階で調べられないか、まだ。お手柔らかにお願いします。始まった。で、これでいろいろ背景を調べておいた方がいい。あ、かわいいぬいぐるみ。私の家にもこんなのあった気がします。あれ、少しほつれて綿が出てますね。かわいそう。直してあげたいけど、針とか危なくって家庭科室から持ち出せないし。ほーん、これどっかにあるんじゃねえか。これシュウヤンは、じゃあこの女の子に人形直してもらうのを頼んだらいいのかな。写真立ては、この写真すごく不気味、なんだか呪われてるみたいな。この金髪の人って一体誰なんだろう。もう特になし。ここシュウヤンの部屋に飾ってあるってことは、誰かしら関わりのある人なんだろうな、きっと。シュウヤンにとってね。外を見る気配はなし。これは新聞記事だ。はいはい。なんだこれ。商店街にて女子生徒殺人未遂。殺人未遂、自殺未遂じゃなくて、クラスメイトが殺害、いじめが関連か。日本国新聞。6月31日、丸月商店街にて女子高生16歳が路上でカッターナイフで刺された。犯人はララララ学校に通っていた女子生徒16歳。この女の子か、もしかして。殺害には至らなかったものの、現在も刺された生徒は意識不明であり、依然として回復が見込めない状態である。かなりの重傷じゃん。現在、警察はいじめによる開園を、原因に捜査を進めている。これは、あ、反応したな。これ先生、これあんまり読まないでください、お願いです。犯人か。こんなの誰が。これ美月ちゃん犯人だろ、この流れ絶対。このキャラどこかで見たことあるような、小学生の時みんなよく付録で遊んでたような、なんかチャレンジのやつだよねこれ。今考えると小学生の時が一番楽しかったかもしれないです。そっか、シュヤンは一番楽しかった時期いつかな。高校生かな。この時計何、もうすっごい張り合うんだけど。こんなもん。あとは調べられるもん。お、なかった。黒板消しですね。上から落とされたことがあって、あんまり好きじゃないです。これはいじめられてたのかな。今よくよく考えたんですけど、チョークの粉って吸い込んだら健康に悪いですよね。あ、なんかよく言われる。なんで今でも固くなに黒板を使ってるんでしょうか。なんか吸っちゃいけないってよく言われてるよね。ホワイトボードとかを使った方がいいのに。ごもっとも。なんかね、このおじさんたちってね、新しいものを入れようとするの拒否るんだよな。不思議だよね。黒板消しですね。上から落とされたことがあって、あんまり好きじゃない。あ、同じか。じゃあこんなもんかな。それじゃ会話ちょっと女の子と進めてみようか。もうあとないもんね。いきなり暴力振るのはさすがにな、よろしくないだろうしな。あ、やべ、ミスった。じゃあちょっと話してみようか。話す。
私、自己紹介ってどうやるんだっけ？一応17歳で、特技は17歳ってことは、さっきの新聞記事は1年前の事件かな？その、こういうのって何話せばいいのか。好きなものの話、嫌いなものの話、好きなもの。好きなもの？え、そんな話でいいんですか？普通はこういうことを話す？なるほど。ごめんなさい。私、本当に久しぶりに自己紹介とかしたので、慣れてなくって。あげるなら、甘いものとか大好きです。ここだとパフェとか、いい子にしてないと食べれないんです。そうなの？前はよくカフェとかに行ってたんですけど、また食べたいな。あ、今この学校に閉じ込められてる状態ってこと？これまた変わったりすんの、会話。あ、かわいいぬいぐるみ。あ、変わんないね。じゃあそのまま会話進めていくしかないっぽいね。じゃあちょっと会話進めていこうか。話す。先生って動物好きですか？私、動物の中でも特に猫が大好きなんです。私ここを出たら獣医になりたいなって思ってて。お、いい夢だな。それは猫って可愛いですよね。わかる。シュウヤも大好き。猫可愛いと思う。可愛くない。可愛いと思うって言え。否定するな。ですよね。動物がいるだけで変わりますよね。わかる。匂い嗅ぎたくなるよな。分かってくれる人がいて少し嬉しいです。お、俺美月ちゃんと仲良くなれそうな気がしてきた。話す。先生はなんでこの仕事に？あ、いえ、普通に気になっただけで。自分も分かってない。ズケズケと聞くな。なんかあれだね、黒い部分のシュウヤンと白い部分のシュウヤンがなんかこう入り乱れてるな。まあ、白い部分で行くけどさ。え、先生も分かってないんですか？私も実は急にここに連れてこられて、この面談の目的がよく分かってなくて、ただいい子にしていればいいんだよとだけ言われて、怪しさ極まりないですよね。私、外に出られるんでしょうか？まあ、メンタルが回復すれば出れるのかな。で、先生に聞いても分かんないですよね。別に闇とかではないんです。あ、おっと。あ、でもなんか普通に会話進められてるんだけど、何事もない。話す。先生って私をどう思ってるんですか？あ、これだと語弊が。好きなのか、俺のことが。私、見ての通りねぐらで、なんというか、こんなだからずっといじめられてきたんです。え、そんなことない。それはそうだ。これいじめは別にないな。なんか正当性はないからな。ありがとうございます。面倒な生徒でごめんなさい。少し気になったんです。本当に嬉しいです。自分の印象を他人に聞くなんてしたことなかったので、ともかくなんだか安心しました。お、最後話す。これで女の子、何もなく、何事もなく心も通わせたから卒業できるってこと？あ、もう時間がこんなに経ってたんですね。先生にはこの時間無駄じゃなかったですか？楽しかった。別に楽しかった。本当ですか？私もです。今まで話せないことをたくさん話せて楽しかったです。これはもう仲良しでしょ。心開いてくれたよ。学校卒業できそう？なんかまだイージーモードだったのかな、これ。どうなんだろう。今回はありがとうございました。こうやって誰かと雑談したの本当に久しぶりで、なんだかすごく新鮮でした。私、こんなのだから学校も行けなくて、友達とかはいなくって、ずっといじめられてて。いじめやぐない。でも先生がゆっくり話を聞いてくださったおかげで、普段のことを忘れてリラックスできました。また話す機会があったらよろしくお願いします。いい子や。これ失礼しました。でも女の子を刺しちゃったってことはあるんだよな。それはよろしくないよな。評価20425 A なのか。 A ってどうなの。 S とかじゃなくて A。 いいのか悪いのか何とも言えない。いかなる過失も評価に値します。確認後、職員は全員速やかに提出してください。この結果がくれぐれも外部に漏れることがないよう厳重に保護をお願いします。何？隠そうとしている？ A でいいの？なんか S とかじゃないのかな？お？11くんか？起きた。先輩、おはようございます。昨日の業務うまくいきましたか？多分。
と言っても俺、昨日いろいろとミスしちゃって、あんまりうまくいかなかったんすよ。結構頭がいい子で、俺と話してるとイライラするだとか、なんとか言われて時間が経っちゃって。言ってることも専門的で難しいというか。ああ、もしかしたら先輩の今日の担当、その子かもしれないっす。何？ハードル高そうだな。結構気難しい感じの子なので、頑張ってくださいっす。また昨日の情報を渡しておきますっす。先輩のお役に立てるといいんすけど。情報どうやって見んのこれ。それじゃあ先輩業務頑張りましょうっす。情報もらった？もしかしてここに貼られてるのが情報なのかな、もしかして。ないもんね、だって。入ってきた。あ、君か。気難しい子。ないもんね。あれ、戻らない。あれ、バグった？いらんとこで操作してバグったかも。バグできない。ちょっと待って。はいはいはい。オープニング画面戻ってきたんだけどさ、このギャラリーって見るとさ、データがあんの。これのこと言ってたのかな？データって。まあ、最初に攻略した女の子。新上美月。成績 B、体力 B、年齢17歳。特技、突起なし。身長165、体重48キロ。自傷癖と拒食症の所見あり、写真を撮られるのが苦手らしい。まあでも心開いてくれたから仲良くなれたのではないか。成績 A、体力 B、年齢18歳。お、なんだ、名前が読めない。良平くんでいいのか。身長177センチ、体重72キロ。軍政治などに対しての強い関心を持つ。あ、だからこういう服装なの？それ以外には無頓着であり、機械的な部分もある。なるほど。なんか11くんが苦戦したとかどうとか言ってたね。新島11、もう写真ボケボケ。成績 A、体力 A、年齢21、突起なし。168センチ、体重55キロ。職員として働いています。先輩のお力になれるよう頑張りますので、よろしくお願いします。かわいい後輩じゃねえか。まあ、こんなもんなのかな？結構データあるね。え？一体何人攻略するんだ、これ。じゃあ、まあ、とりあえずさっきの男の子登場のシーンまで行くか。少々お待ち。はい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 。とりあえず戻ってきました。失礼します。まあ、君が次のカウンセリングを受ける子だね。こんにちは、ウィス。あなたが今日の担当ですか？名簿番号82番、3年1組の良平と言います、ウィス。この子名字がなんかよくわかんない感じだったけどね。一体何だったんだろうか。一応言っておきますが、僕は別にあなたなんかと仲良くするつもりはないので、願い下げだ。仲良くしようよ。これで、一番目の子はなんかこう、うまい子と会話回せばどうにかなったけど、この子は気難しいから、こういうチャラい感じじゃない気がするんだよな。願い下げだって言ってこうか。一回で理解してくださり、ありがとうございます。そういうタイプの子ね。オッケー、わかった。昨日の人は何回言っても聞いてくれなかったので。おぉ、こりゃ硬い感じでいこう。チャラい感じはよろしくないってことね。オッケー。気難しく。うん、心全然つかめてないもん、これ。とりあえずここら辺タッチしてみる？君の悪い写真ですね。ひどくひび割れている。あまり長いこと見ていると良くない気がします。何、そんな危険な写真なのこれ。要注意だな。これはぬいぐるみですね。ん？どうした？別に可愛いとも何とも思いませんが、オッケー、わかった。おそらく中古品でしょう。あんまり洗われていないようにも見えますし、触らない方がいいと思いますよ。お前やめろ、そういうこと言うの。これ先生の思い出の品だったらどうすんだ今。噛んだよ。新聞記事だ。あ、内容が変わってる。津村？戸村？どっちだろう。家庭宅火災、3人遺体。弟のみ行方不明、放火か。あ、で、この子が弟くんか、もしかして。日本国新聞、3月27日深夜1時頃、ティーミンから通報があり、町民か。ティーミンって何や。町民から通報があり、市議会議員の津村幸太郎さん49歳、津村涼子さん45歳、津村涼太さん17歳が自宅で亡くなっているのが発見された。死因は一酸化炭素中毒とみられる。弟の奈良さんが現在行方不明であることから、警察は一家心中もしくは殺人を、視野に入れ捜査している。なるほど。君が火をつけたってことなのか。津村、あ、やめろ、その名前を出すな。そうなのか、君なのか。もうやめろ、掘り返すな。もう終わった事件なのかね。くそ、なんでこんなものが。誰がこんなものを。11さん、終わった。
もうここに貼られてるのってのはもう解決した事件が一応ここに貼られてるってことなのかね。どうなんだろう。あとは調べられない。黒板消しぐらいか。黒板消しですね。はい。そういえばよく授業終わりに黒板を消していると褒められましたね。でもなぜ教師どもは僕たちに黒板を消させるんでしょうか。つくづく疑問に思っているのですが、自分で消せよって思いませんか。確かに黒板を消していなかっただけで途端に不機嫌になる理不尽な輩もいましたよ。つくづく不可解です。まあ自分でやったものは自分で片付けなきゃいけないような、そういう文化はね、ちゃんと子供のうちから教えていかなければいけないと修也も正直思うたちではある。知ってますよ、この変なチャレンジ1年生のやつじゃない。ランドセルをモチーフに洗練されたデザインには感服ですね。なんつったっけ、キャラ名忘れちったな。あ、コラショだ。僕は塾に通っていたのでこういう付録は一切持っていませんでした。別に羨ましくもなかったですが、シアンこういうのやったことあるけどね、全く続かなかったね。ああ、絶対に続かないね。勉強しない子はやっぱしないんだ。知ってます。あ、買わないね、これは。はい、じゃあこんなもんかな。じゃあ質問していこうか。この子は結構暴力とか使った方がいい気がしなくもないが、まあ見てこう。話す。面倒ですね。大変不本意ですが、まさか2日連続で教師と話さなければならないとは思ってもいなかったので。2日連続、そんなに話すの？2日連続、まあこれ11さんのことだろうね。はい、そうですけど、もしや知らないなんてことはないですよね。はあ、そんなこともあるんですね。ずさんな管理体制が目に見えます。おー、喧嘩売ってくれ。僕たち卒業候補生はあなた方教師との交流を通じてスクールからの卒業資格を判断されるんですよ。そしてあなた方教師が適したものを一人選ぶ。一人だけ。そして無事資格を勝ち取れた人間は外に出てまたやり直せる。そういう人を首席というそうなのですが、僕が知っているのはそれくらいですね。同僚とかから聞いていないんですか？聞いていない。どうでもいい。聞いていない。そうですか。あなた、さっきあの人と話してましたよね。あの赤髪の、結構仲が良さそうに見えましたけど。ああ、廊下で話してるのが聞こえてきたんですよ。なのに何も知らされていないなんておかしいですよね。なんかこっちのこと揺さぶりかけてね。これはなんだか面白いことになってきたな。これまだ暴力大丈夫？あー、まだ大丈夫そうだな。よし、じゃあ普通に話してみっか。あなたが記憶をなくしている、あるいは何かを隠蔽していることについてすごく興味があるのですが、このことについて先生に直接問い詰めてもどうにもならなそうなので。そうですね、先生は言語や知識的な面では健常そうですね。日本史にお詳しいですか？全然修也はわかんないよ。一つ質問をしてもよろしいですか？ちょっとしたクイズです。うい。太平洋戦争が始まったとされる年はいつかわかりますか？はい、知りません。1941年。正解です。まあこれくらいは解けてもらわないと教師として、ウィス、人間として失格ですね。わあ、よかった、修也正解し、正解して。まあ、1999年だったらだいぶやべえかんな。最近の話だかんな、それじゃ。話す。先ほどは試すような真似をして申し訳ありませんでしたね。普段は座学と鍛錬で一日が終わってしまうのですが、こんなに人と話したのは久しぶりですよ。先生、僕はガサツで、そらく学校の真似事しか行っていないこんな施設から出て、日本国を牽引する人間になりたいと切に願っています。このゲームの時代設定どうなってんだろうな。なんか絶対この子時代をなんか変わってるよね。なんか今の時代にそぐわない感じ。あくまで例えの話ですが、もし僕が他の人間より優秀だったら、あなたは僕を選んでくれますか？まあ、それは優秀だったら選ぶよ。言いましたね。約束ですよ。破ったらおそらく化けて出ますからね。本当にそうしていただけるなら僕は何でもやりますよ。選択の権利は全てあなたの手中にありますがね。僕は案外あなたのことは信頼できる気がしています。まあまあ結果さえ残せば修也もね、絶対に君のことは押していくと思う。ここら辺変わったりするのかな？変わらない。ここの会話変わる？あ、変わんないね。まあ、あくまでやっぱ会話を進めるだけか。話す。もう随分時間が経ちましたが、僕はまだ話し足りないですね。僕からしてみればかなり興味深い。ずっとこんな態度をとっていてすみませんでしたね。
でも無理にこびた態度を取られてもムカつくでしょ。これが僕のありのままですから、なかなか嫌いじゃないなこの子。先生もご理解くださいね。おっと、なんかあっさりしてるな。話す。いよいよという時間になってきましたね。なんか一時はこの子に一回暴力で体に教えなければいけないかと思ったけども、そんなこともなかったね。案外楽しかったですよ。とりあえず順当に面談を終了できて何よりです。先生、僕は前言ったようにこの国を牽引する存在になりたいと思っています。国王を卒業すればおそらくもうあなたと会うことは二度とないと思うのですが、最後に僕にアドバイスをください。その性格を直した方が。特にない。特にないんじゃないか。なんだかんだでそんなに悪い子じゃないとは思うけど、目的にまっすぐっていう点では別に悪いことじゃないと思う。特にない。そうですか。本当は何か僕に言いたいことがあるんじゃないですか。え、お主観的には OK なんだけど。教師なら生徒のためになることをすべきだと思いますよ。最後の最後でダメだったっぽい。難しいな今時の男の子。本日はありがとうございました。まあいい気分転換にはなりましたよ。ではこれで。いっちゃった。あ、まあ一応 A 評価だ。まあまあよしとして考えるべきなのか。どうなんだろう。で、気になるのがさ、暴力を連チャンしたらどうなるのか気になるから、ちょっと多分まだまだ人数来ると思うの。だから2人おきでちょっとやっておこうかなって思ってて、だ一旦ここまでで、ちょっと一回戻ってみようか、最初の子に。じゃ、ちょっと待ってね。はい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 、戻ってきた。じゃ、ちょっと暴力振るってみようか。これで一体どうなるのか。暴力！え？おい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 ！だいぶ変わったの、お前。彼女の髪をわしづかみにした。とんでもないんだけど、このカウンセラー。いた！やめてください。やだ。これやべえな。もう楽しい BGM なくなっちゃったし。もうハート減ってるけど、体力とメンタルは一応強いな。暴力。パターンは一緒だ。再び彼女の髪をわしづかみにした。おい、やべえやつだろ、これ。だから、いた、やめてください。彼女は下から自分を睨みつけた。もう一切会話する気ないよね、これ。理不尽極まりない。とりあえず髪の毛をわしづかみにするというやばさ。暴力。再びだよ、もうこれ。痛い。彼女はジタバタと暴れ、自分の手を引き剥がそうとする。もうそれ、お、え、なんだ急に。面白。ねえ、もっとやってやろうよ。あ、これいじめられてた時の記憶思い出したのか。ちゃんと動画撮ってる？あ、か、やめて。これはもう絶対仲良くなれないね。じゃあラスト暴力行ってみようか。BGM なくなるのが怖い。え、何？彼女はもう抵抗する気力もないと言ったように、そのうつろな目で地べたを見つめる。楽しい。楽しい、楽しい、楽しい。楽しい、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 楽しい。なんて楽しいのだろうか。え？いらない。突如激しい痛みが腹部を襲う。刺された！まあそりゃそうなるよね。いらない。いらない。いらないね。反撃されると思ってなかったの？あの新聞記事と同じ状態になるわけだ。油断してる人を刺すのって簡単。あの時は苦労したのに。は、死んじゃったのかな。でもこんなやつ死んでもいいじゃん。みんなみんなね、そうでしょ。エンド1、自業自得。まあ確かにこれは自業自得だ。ってことは二人目の男の子の場合は、焼かれるのかな？え？すごく怖くなった。ギャラリーなんか変わるのかな？あ、そういう感じ。あ、ってことは、6人なのかな？出てくんの。じゃあ、あと3人出てきて終わるって感じなのかな？で、真ん中があるってことは、でも体力ゲージがなくなって終わったから、メンタルゲージをなくせばいいのか、次は。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっとそれでやってみようか、今度。あ、続きからか。少々お待ち。あ、やっぱこの平和な BGM 結構いいね。もう話すで、でわざと外せばいいんじゃないか、嫌いなものの話。あ、はいはい。でこれでメンタル壊していくんだ。なんかそんな気がする。可愛い、猫って可愛いですよね。可愛くない。ちょちょ、なんか早送りになってるんだが。話す。
あ、戻った？自分は分かってない。ズケズケと聞くな。ちょっとこの早送りどうやって止めんだ？話す。止まらないんだが。こんなだからずっといじめられてきたんです。それはそうだ。あれだ、会話。あ、止まった。価値もない、価値もない、価値もない。なんかすごい暴れ出してる。メンタル破壊エンド、体力破壊エンドがあるわけね。で、あと通常エンドか。そしてすっごい怖い、これ。いや、怖ー。私なんていらないの。まあ、否定し続けた結果がこうなってしまうのか。もう何もかもがつまらない。いらないなら、もう捨てちゃって構わないですよね。怖いけど覚悟は。あ、赤い。痛い。あ、これ自殺エンドなのか。痛い。何これ。霧？喉、痛。焼ける。結局苦しんで死ぬしかないんだ。私みたいなのは。お母さん。起死燃料。もう自殺だよ、これ。なるほどな。自殺願望だっけ？確か。これよろしくないエンディングですね。なるほど。こうやってエンディングを見るわけだ。じゃあ次2人目の男の子のエンディング2個回収していこうか。はいはい。じゃあこっち、良平くんルート見てみようか。まあ、まずは暴力エンドからちょっと見てみましょうかね。暴力のせいにこの子はどう抵抗してくるのか。まあ、放火されるんじゃないか。この新聞記事と同じ事件起こされる気がするんだが。まあ一応暴力からいきなり行ってみようか。もういきなり足蹴にするの。とんでもない先生だ。椅子を蹴り倒し彼の頭に足を乗せる。やばすぎる。は？彼は何が起きたのかわからないという顔で苦悶の表情を浮かべた。そうなるよね。いきなり顔を足蹴にされたらみんなそうなるよね。暴力。ひたすら暴力を振り続ける。再び彼を踏み倒す。お前こんなことをして許されるとでも。いやー、切れる。あと2回で切れるぞ。ムカつくよな、これ。何回も何回椅子蹴り倒されて何回も顔踏まれるって。僕はこれでも、お前をやろうと思えば。あ、まずいよ。お前をやろうと思えば、なんで親の言うことが聞けないんだ。お前も、父さんと一緒だ。潰す、ことだって。あ、やっぱ放火の犯人は君だったんだな。じゃあこれで最後だ。もうやめろ。踏むな。ゴミを見るような目で、僕を見るな。父さんのような目で、僕を見るな。もういい。お前なんか。案の定。あ、もう切れてるね。もう眉間にシワ寄っちゃってんもん。なんだ、そんな顔して。僕がお前の胸ぐらを掴んでいることに驚いているのか。お、なんか初めて選択肢来た。話せ。いい顔してる。つくづく気に食わないな。やろうと思えば僕の方が格上じゃないか。父さんの真似をするな。あ、ま、自業自得だね。喝殺自在。初めて聞いたんだけど、この四字熟語。なんや喝殺自在って。はい、じゃあこれが、まあ、暴力を振るい続けた主人公の末路でしたね。じゃあ次は、メンタル破壊エンドか。見ていきましょうか。はいはい、来たよ来たよ。じゃあメンタル破壊していくよ。話す。面倒ですね。まあ、ここら辺は知ってるから。そんなに話すの？はい、そうですけど、もしや知らないなんてことはないですよね。はあ、そんなこともあるんですね。あれ、これ選択肢一緒か？ずさんな管理体制が目に見えます。あ、でもこれ一緒だな。あれ、シアン、前回と一緒のエラー選んでる。よく知っているのはそれくらいですね。同僚とかから聞いていないんですか？聞いていない。どうでもいいってことやる。メンタル破壊あんのか、良平。いかにも興味がないといった顔ですね。やっぱろくでもないな。面白いことになりそうだったのに。あ、オッケーオッケー、いい感じ。話す。あなたが記憶をなくしている、あるいは何かを隠蔽していることについてすごく興味がある。はいはいはい。日本史にお詳しいですか？あ、はいはい、来た来た。これで1999年にすればいいと。正解です。何です？無理難題？とっさに思いついた問題がこれだったんです。文句を言われても、
やはりここの教師はろくでもない奴らばかりだ。やばい、あと2個。1999年って間違えるやつなかなかいないだろうけどな。先ほどは試すような真似をして申し訳ありませんでしたね。はいはい。僕はガサツで粗暴な学校の真似事しか行っていないこんな施設を嫌いと。で、次の選択肢なんだ。もし他の人間より優秀だったらあなたは僕を選んでくれますか？これ拒絶すると。ああ、そうですか。別にどうだっていいんですよ。傭兵くんってメンタル破壊されるのか？なんかそんな未来が想像つかないんだけど。あと1個。話す。もう随分時間が経ちましたが。あ、あなたのような無教養の人間と話すのがこんなにも疲れるとは。あれ、こんなルートなかったよね。わざとさせられていたり、上からそう言われていたりするんですか？僕たちも罪を犯したとはいえ、貴重な若者を蔑んで何が楽しいんだ？大体あなたも僕より年上とはいえ、若者に入るはずだ。なのになぜこんな真似を？お、この黙れって選択肢は響くね。本当に低能な人間ばかりですね。何の得もないのに。ただ僕たちを苦しめて、それで楽しんでるだけなんですね。わかりましたよ。僕にも考えがあります。となる？お、あー、これで火つけちゃうエンドなのね。なるほど。これでこの施設ごと燃やしてしまえばいいんですね。最初からこうしておけばよかった。え？なぜマッチを持っているのかって？科学の実験の際に一本だけくすねてきたんですよ。これで。これはガス？このガスがもし可燃性なら大変なことになるぞ。まさか職員まで巻き添えとは。やはり若者の保護は建前で、逆らう者は容赦なくやるのか。なんかとんでもないこと言い出した。え、なんか教師も無能だったら教師ごと殺すってこと？熱い熱い熱い。まだ僕はやり残し。あ、なんて読めばいいの？年、なんて読めばいいんだ？年日の9。絶対違う。はい、ということでスクールカスト、あ、スクールか、一旦ここまでとさせていただきます。いやー、だいぶバッドなゲームですね。もう暗い、もう暗さがすごいですね。まあ、とりあえずギャラリーが、これいいね。このイラスト好きだわ。あ、とても良い。この闇深い表情もたまらない。やばいよな、ほんと。ただ暴力振るい続けるの。あ、あと2人なのかな、この感じで見ると。あ、あと2人っぽいね。したら次回で終わっちゃうかな、この動画も。寂しいな。いい表情してる。このちょっとね、ここに眉間にしわ寄って、お前いい加減にしろよっていうこの表情とても好きですね。あー、これもなこれかわいそうだよな。唐突に蹴り倒されたと思ったら顔を足毛にされるって意味わかんないよな。まあ、それ言ったらこっちの子もいきなり髪の毛わしづかみだから意味わかんないけど。それでは一旦終わります。シュウヤンでした。またね。